しょ。やっほー。シェアシェアシェアしないと。皆さん、こんにちは。そうそうそう、そういえば、週にさ、イベント参加中っていうのを書こうと思って昨日テープがなかったんで持ってきました。こんばんは。皆さんよかったらアイテムとか星とかね、ヒョウ柄のクマさんとかお願いします。昼休憩なので見に来た、ありがとう。こんにちは。神戸オータムフェスティバル、おお、オータム、やばい入らない。やばいやばい、見て、 N が入らなかった、書き直しだ。でもさ、バレないよね、多分。多分バレないと思う。書いてなかった。どうしよう。やばい入らない、入らないけどいいか。テロップ入りきらなかったけど、1位目指し、目指、こんばんは、こんばんはじゃない、こんにちはだ。みんな今日も投げてってくれ。
昼ご飯は何食べましたか？こんにちは。あ、ですか。この枠は1時までやります。桜ご飯って何？わかめうどん。うわ、うどんだ。うどんいいな。オートミールって何？しちゃった。今起きた。おはよう。おはようございます。そういえばリオピ帰省できたみたいでよかった。できましたよ。やっとできました。楽しかった。静岡でもね、友達に会えなかったから悲しいです。よし、ここら辺に貼っとけばいいですか。ここかな。かわいいですね。ありがとう。ぜひイベント参加中なので何かアイテム投げてってくれたら嬉しいです。ちょっと斜めってるけど、汚れた爪マッキーで。やばい、充電が持たないかもしれない。ダメダメ、充電して充電して。夏に帰ったね。関西弁で喋れるようになった。関西弁で喋れるようにはまあそんな一日でね成長するわけはないよね。あ、怒れるようになった。だった取れるようには なりません。教えてください。じゃあ皆さんが数分後落ちてそう。いや結構ねこれ強いから大丈夫。ちゃんちゃん得してきた。してない。みやびの手作り弁当待ってるんですが、まだですか？あ、送りましたけど、作って送りましたけど届いてませんか？
無音で時々りゅうぴの顔見るしかできんのが辛い。悲しい。頑張って。うん、そうなんだ。なんぼでも教えんで。教えて教えて。電眼漫画、電眼な漫画な。電眼な漫画な。分からん。ちょっとさ、今日はいつもとメイク違うんですよ。いつもよりもうナチュラル。めっちゃ全然似合ってない。本当に顔かわいい。違うのはさ、わかる？ちょっとね、薄め。めっちゃ嫌だから遠くにいる。大阪名物パチパチパンチ知ってる？知らない。そんなのあるんですか、パチパチパンチ。スピンではないね。どういうこと？打ち切れた後の怖かったも練習してた方がいいかもね。怖かったっていう文化があるんですか？スピンみたい。スピンはこんな可愛くないですよ。こんにちは、こんにちは。指顔強いから近くでも OK。 顔強くないんですよね。遠くからじゃないと耐えられない。ちゃうちゃういるなったなってないよ。一日でもこの成長ですよ。私はもう一日でこんだけしか成長しません。カモン、カバン置き引きにあって充電器もバイオティも積まれたよ、リオピ。何さ、大丈夫それ、やばすぎ、怖っ、かわいそう。大事にしてください、カバンを。皆さん社員まで射程限。私は1位を目指してるのでね、1位あと70万ポイントです。皆さん頑張りましょう。1位まで。キラキラ100投げ完了、ありがとう。やったれやったれやったれ。皆さん応援なのでお願いします。たくさんの方にたくさんよろしくお願いします。顔面国宝ハンターなのでリオピアタイムリーグ。何これ、顔国って読むの？顔面顔国。ありがとう。顔面国宝ハンターっておもろいな。おねだりおぴします、お願いします。皆さん力を貸してください。でもまだまだ足りません。70万ポイントまで、70万ポイント。携帯盗まれなかったのが学科中の幸いと思うしかない。本当にそれはそうだね。あとは
お財布とかも。なんかおもろい話して。おもろい話？何があるかな。にへまなさんとのでしょ。にへいと何やしたかな。最近にへいと会ってないよね。でもこの前一緒にご飯食べた時に、ビクドンってびっくりサイズあるじゃないですか。ジュースのびっくりサイズを頼んでる方が隣にいて、それを見た瞬間に二瓶と一緒に目を見合わせて、めっちゃかっこいいってなって、あれどれってメニューで確認して、次来たら絶対頼もうっていう話をして、びっくりサイズこんなでかいんですよ。来た瞬間の二瓶まなみの顔マジで面白かった。もう目をキラキラさせてましたね、少年のように。隣に運ばれてきた時、フォローしました、ありがとう。あやみちゃんのスタッツやばいね。やばい、初日で100万ポイント超え。メロンソーダ何だったかな、コーラだった気がする。びっくりサイズ、そうかっこいいってなって、靴型、いやそれじゃない、なんかね、もうこういうなんかこういうね形のグラスに入ったやつ。飲めるよ、びっくりサイズ。もうコーラだった気がする。あさん、くまさんありがとう、やったー。よかった今の話して、ありがとう。今日は何書こうかな。あつしさんかな。お城もありがとう、お城立った、やったー。じゃあ何書いてほしいですか、お二人とも教えてください。クールに見えて意外と子供心、いやマジで子供心ですよ、あの方は子供心まなみんです。ほな頑張って。うわ、またさっそうと去っていこうとしてる。靴型は声どこひ、そうそうそう。何が好きですか、馬以外に。二瓶さんの似顔絵ね、オッケー。仕事戻るね、頑張って。二瓶さんの似顔絵なんて。二瓶まなみってどんな顔してたっけ。二瓶まなみ、二瓶まなみどんな顔してたっけ、もう分かんなくなってきた。とりあえず髪の毛描いて、なんかこんな感じだった気がする。髪型は何がいいかな、髪型何がいい、なんか髪型何がいいですか。あ、デニーさんもクマ、ヒョウ柄のクマ10個ありがとう、たくさんありがとう、嬉しい。あ、サイン来た、うわみんなのおかげだ、ありがとう。ガチでもう83万もいった。2位もいけそう、2位戻ろう、2位に。二瓶まなみは
髪型何がいいかな。髪型はちょっと本人があんまりしなさそうなツインテールさすとこ。しかも巻きツインで。難しい。これ目大事だよね。目大事。リボンつけとこう。あツインテールにリボンつけときます。目が大事。おねだりおびしたかやったやん。まだまだおねだりおびさせていただきます。1位までたくさん皆さんよろしくお願いしますおねだりおび。仕事中星だけ投げに来た。頑張るりおび。またくれ。ありがとう。いや、あとみんな何が書いてほしいですか。他の方も教えてくださいね。わ、二平まなみの目が大事。目は難しいな。え、ちょっと似てるかもしれない。じゃーん待って、顎が外れてる。なんか雰囲気あるくない。ちょっと似てるくない。ありがとうございます。ありがとうさん、昨日もありがとうね。今日はまなみんです。ありがとうございます。あさん引き続き。ありがとう。で次は厚司さんは何を書いたらいいですか。ちょっと見えなくなっちゃった。どこ行ったかわからない。あ、2位に上がってきた。ありがとう。1位も頑張ろう。やばい、1位との差がやばすぎる。仕事戻りま、ありがとう、来てくれて嬉しい。またね。また待ってます。2位おめでとうございます。ありがとう、みんなのおかげでまた2位に戻ってきた。じゃあ次は、次
あの書いてほしいものをコメントしてくれた方書きます。お二人どっちかな、どっちか頑張ろう、みんな頑張ろう頑張ろう。喜んでるかわいい。なんでも。え、何が好きですか。じゃあ好きなものをお願いします。サッカーか。じゃあサッカーと言ったらサッカーしてる人を描こう。ゴールを描いて、サッカーボールってさこんな感じだよね。おにぎりみたいなのが、のりみたいなのがついてて、なんかこんな感じ。やばい、サッカーボールがおかしい。で人を描いてちょっとどうしよう、これ才能ないかもしれない。キーク、ドカーンドカーン、こんな感じでしょうか。ちょっと待っててくださいね。書きました。じゃん。どうですか？ありがとうございます。これはゴールを決める人です。ありがとう、あつしさん。あつしさんでいいのかな、名前。ありがとうございます。ありがとう、これ上手に描けました。ありがとうございます。皆さんぜひね、あの星余ってたら投げてください。これでゴール決まりましたよ、今ので。そしてテディさん、今日は何を描きましょうか。よいしょ、ありがとう、こちらこそありがとう。お指導だった、嬉しい、ありがとうね。ゴールしましたよ頑張るぞ、1位に向けて。地位を目指して。
こんにちは皆さん、あのアイテム余っていたら送ってくださったら嬉しいです。あとはあのヒョウ柄のクマさんをね、皆さん一人一つでもいいので、ぜひ一つでいいので送ってくださったら嬉しいです。今日はみんな仕事ですか？こんにちは。もうすぐさ、周年のリハも始まると思うから、全然話変わるけど、もうすぐ周年のリハも始まると思うから、お昼にもできるかわかんないけど、また止まった。大丈夫ですか？授業です。授業中に見てますか？今はそっか、今は昼か。でもP さん、何書きたい、何書いたら欲しいですか？やっぱね、みんな平日のお昼はあんま来れないですよね。皆さん余ってるアイテムありましたら、イベント参加中なのでぜひぜひ投げていってください。お願いします。一回授業中に見てバレなかったことある、あーよかった、バレたことあるよってあの言うのかと思ったらバレなくてよかった。誰の配信見てたの？夜勤だからこれ終わったら寝る。あーそうなんだ、じゃあ寝る前におやす、おやすりおぴですね。これはおやすりおぴ、おやすりおぴ配信。うん、え今日メイクさ薄めにさしたけどさ、うん、どうだろう。ヒョウ柄のクマ投げたらどうなるの？ヒョウ柄のクマの獲得数もランキングがあって、それの1位も取りたくて頑張ってます。今は1位です。この次は何時から配信？この次は21時から23時までやります。ゆまちゃんの配信見てた時大丈夫だった？ゆまちゃん声大きいからバレちゃうか、声バレちゃわなくてよかったね。スリープとかけてるのでうまい、あ何も考えてなかった。はい、かけてます。おやすりおぴです。おやすりおぴです。こんにちは。ちゃんといい話だから大丈夫。あ、それは大丈夫だ、漏れてなくてよかった。麦を書いてほしい。麦、麦か、麦たんか、わかりました。麦はどんな顔してたっけ、最近会ってなさすぎて忘れちゃった。でもね、顔が黒いんですよね。麦どんな顔してたっけな。なんでこんな犬みたいなんだろう。
なんかめっちゃ犬みたいなんだけど、なんで犬みたいになっちゃった。犬なんだけど。ひげかいたらいける？なんかちょっと犬みたいになっちゃいました。麦ちゃんは私が飼ってる猫ちゃんなんですけど、実家でめっちゃ なんでこんなに犬なんだ。にゃーって書いとけばいいか。めっちゃモフモフしてるんです。何があれダメだったのか全然猫に見えないけど、これは麦ちゃんです。ありがとうテディさん、今日もありがとうございます。やったー、じゃん。ありがとう。皆さんじゃあ、でももうすぐ90万ポイントだ。お願いします、頑張るので。ぜひぜひ。猫を描きました。今回のイベントも一人で衣笠家で朝一一人の配信あるかな。あるかもしれないね。ちゃんと猫本当よかった。猫描きました。今日はね9時から11時、21時から23時までの配信もあるので、ぜひその時も来てください。イベント参加中です。皆さんお昼ご飯は食べましたか？お昼ご飯の際、お昼ご飯の合間にぜひアイテム余ってたらいただけたら嬉しいです。 SMS 認証もしてくださいね。ちゃんとしない、 SMS 認証しないとあれなので、ポイントがなしになっちゃうので、 SMS 認証はお願いします。最近リオピがちょっと気になってます。やったー。リオピ推しってことですか？リオピ推しになってくれるってことですか？お腹すいた。ツナマヨおにぎりいいな。食べ終わった？うどん食べたい。リオピ何食べたの？リオピはまだ食べてない。
だからね、何食べるか決めて。おう、トトリオピが気になってます。いつまで気になってきて、気になってるままでいてくれるんだろう。爽やかのハンバーグ大好きです。爽やかなハンバーグ食べたい。え、待って、この韓国語を翻訳してほしい。マジで韓国語本当にわからない。麦ちゃんの名前多いよね。3人いる。今日のリオピのお昼は特上盛り寿司2人前。あ、じゃあ頼んでくれるってことですか。頼んでくれる、届けてくれるってことですか。めっちゃ愛してる。 Thank you thank you。めっちゃ愛してるって書いてあるんだ。センキュー。やったー。ラブ、ラブユー、ラブユー、アイラブユー。俺も仕事戻ります。頑張ってね。ありがとう。ラブユー、アイラブユー。ありがとう。あ、よし、ありがとう。くまさん、たくさんありがとう。あー、ニコもありがとう。めっちゃくまさんだ。ありがとう。くまくま。みんなありがとう。着払いやめてよ。着払いだと困ります。じゃあお寿司、お寿司はあの、でもお寿司は、はい、お寿司はダメです。お昼ご飯を食べてください。食べます。ありがとうね。 いるかな。何書こうかな。何書こうかな。ありますか。昨日の夜夢でリオピに怒られるのを待機してたけど叶わなかった。うわ、それはまだちょっと出てほしいという気持ちが足りなかったんだと思います。もう音出してないから OK。 じゃあ今度書こう。次の配信の次に書きます。これはエビアボカドサランヘヨ、エビアボガド、エビアボガド美味しいよね。うん、仕事戻るね。ありがとう。マニモゴ、あ、すごい、もう95万ポイントまで上り詰めてきた。この配信で100万ポイントいけたらいいな。夜もいっぱいおねだりおぴして、おねだりおぴするよ。おねだりおぴしてみんな投げてくれますか。
リスタルのクマ？クリスタルのクマってどれですか皆さん。これ？こんちゃぱ、初見ちゃぱ。こんにちは、初見の方。ぜひあのイベント参加してるので、アイテム、無料アイテムだけでも投げてってください。頑張ってます。チャパチャパ。夜は公園入るから見えないかも。でもね、21時から23時までやってるから、ぜひあのあれしてたら来てね。そう、15時にさ、なんだっけ、切り替わる、リセットされるらしくて、アイテムが、あの星無料アイテムリセットされるから2回投げれるっていうのを教えてもらったから、夜の配信でもぜひね来てくれたら嬉しいです。フォローしました、ありがとう。クリスタルのクマってどれですか？これですか？これですか？ニコシグマが一番いい。ニコシグマ？授業の準備あるからまたね。ありがとう、またね。それこれか。じゃあこれ書こう。クリスタルのクマさんって難しいな。カタカタカタ。難しい。早く仕事に戻れって怒ってください。早戻りや、早戻り、戻りや、あかんで。戻ったらダメですよ。ちなみに顔どんな感じなんだろう。このクリスタルクマちゃんの顔がわからない。アイテム遡ろう。クマちゃん、クマちゃん、クマちゃん。やばい、インクがなくなってきた。仕事やから一瞬だけ来た。頑張ってな。ありがとう、頑張ります。仕事させてくれません。クリスタルよりヒョウ柄ジュエルの方がポイント多い。うん、ヒョウ柄どうだろう、多分ポイントのあれは一緒なんですけど、クマさん、クマさんの、ヒョウ柄のクマさんを投げ、一人投げてくれた人数、数じゃなくて人数なので一緒かな。じゃん、できたよ。
ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。くまさん書きました。かわいい。ありがとう。はい、今日、あ、やっぱ1時間過ぎちゃうから男女読みするね。こちらこそありがとう。13位推しめんななみさん、12位花部社さん、11位松戸の高福山雅治さん、10位マキシさん、9位ユッキーさん、8位リホさん、7位テッシーさん、6位ソウジュさん、5位ナオさん、4位アさん、3位アツシさん、2位テニーさん、1位ヨシ。ありがとう。そしてこの配信の合計ランキング1位ヨシ、2位テニーさん、3位アさん、ありがとうございます。今日くれたタワーとかもたくさんありがとうございます。21時から23時の枠もよろしくお願いします。ありがとう。またね。10個投げ加点はあるかならしいです。ありがとうございます。またねー。